何話そうかな。どうしよう。舞台出演おめでとう。お、ありがとうございます。イエーイ。ありがとうございます。さてと。あ、もうインスタの写真をね、見てくださった方がいらっしゃるということで。ありがとうございます。はい、今日はねちょっと若干ねなんか声にあんまり元気がないような気がするんですけど頑張っていこう。イエーイ。今日ねどうしようかな、何の話していこうって、もうマジでさっきからねこれしか言ってなくてね、本当にごめんね。ごめんなさいね。インスタコメントした。お、ありがとうございます。イエーイ。あのメールをね、私のメール取ってくださってる方は多分あのこの配信中にね多分メールが来ると思うんですけどね、まああのメールのコメントはねしなくても大丈夫です。理性の話をしよう。じゃあ理性の話をしていこうかな。すごい声にマジで覇気がないんですけど今日ごめんね。別に喉が疲れてるとかじゃないんですけど、なぜかちょっとこのぐらいしか声が。あ、そうですね、理性何から話そうかな。あの理性はね、まあ、最初はねそのあのガーシーのコンサートでまあ練習で初めて会ったんだけど、どうだったかな、いつから仲良くなったっていうのはあんまり覚えてないんだけど、最初ね印象的だったのはあんまりその時リッセンとねなんか積極的には関わってなかったんだと思うんですよ。ちょっとあんまり覚えてなくて、でもなんかあの舞台袖であの隣のバナナ待ちしてる時とかもなんかこの子めっちゃ大人な感じするなって思って、そう思っててね。そうで、まあ次の日ちょっと撮影か何かあったんですよ確かね。次の日だったかな、多分そのぐらいなんですけど、でその時になんかあのそのリセンにねカメラ見てたらね変顔をしてたので、あ、この子って大人っぽく見えるけどなんか割とか結構変顔とかするノリのタイプの子なんだなって思いました。それが第一印象だったかな。はい。まあ変顔ってなんか多分リッセンのなんかね、なんだろう、全力の変顔とかじゃないんですけど、なんかちょっとね乗ってる、ちょっとね乗ってる感じだったから、ノリノリな意味のだったからね、あ、この子って割とそういうタイプの子なんだって思いましたね最初。そう、うん、割とね最初それにびっくりしたかなっていうのはありますね。でもなんか本当にねなんかいつ仲良くなったなんか明確ななんかどのタイミングでっていうのははっきりと覚えてはなくて、そう、まあ覚えてはないんですけどね。でもリッセンとはねあの、まあ、県も近いことがあって、まあ、お仕事することもなんかたくさんではなかったけど、まあ、徳島のイベントは一緒だったし、そう、でねあのなんかツアーもあの、まあ、去年ん？一昨年のツアーもねあの3県全部一緒だったので、そうなんかねまあ一緒に過ごすことはね多かったメンバーですね。あ、はじめまして、初見さんがいらっしゃる、ありがとうございます。そう、まあ、でも、まあ、リセンとねお部屋が一緒になる、いだ目に髪がリセンとね、まあ、お部屋一緒になることもあって、そう
それもねすごい楽しかったですね。その時の動画とかもあるんですけど、まあでもそうだね、リセン、なんだろう、一回どっかのタイミングで、なんだろう、めちゃめちゃショックなことがあって、私にとってなんかもう本当にショックとかではないんですけど、ちょっとなんかなんて言うんだろうな、なんかあんまりな、ちょっとね、なまあでも ショックなことがあって、そう、なんかその時もね、なんだろうな、そうリッセンにね話を聞いてもらって、そうなんか声に元気がなすすぎてあれなんですけど、そう本当にね、なんか心が楽になりました。そう、でもなんかそうリッセンとはね、なんかそのまあ何でもないたわいのもない話でも盛り上がるし、なんだろう、でも相談もね乗ってくれるから、そう本当にね、なんかリッセンがねいると元気が私は出ますはい、そうですね、でもその分なんかね、私もリッセンの力になれたらいいなって思うことはたくさんあったんですけど、そうでもね、でも実際リッセンと一緒に遊んだことはないんですよね。なんかリッセンと他のメンバー何人かと一緒にご飯食べたことはあったんだけど、遊んだことっていうのはね、その宮島以外ないから、まあリッセンと2人では遊びに行ったことないからね、なんかのタイミングでね遊びに行けたらいいなって思ってますね。そう、年上って実感する？そうですね、なんか年はめちゃめちゃ離れてるわけではないけど、なんだかすごいお姉さんに感じるなとはねめっちゃ思ってました。リセンからも相談されたりするの？どうなんだろう、あんまりたくさんはなかったと思います。私そんなにあれなんで、なんて言うんだろうね、私は難しいんだけどね、そう私はなんか相談をなんか聞けるような立場じゃないから、そう、うん、でもそうリセンにたくさん聞いてもらった気がするなって思ってます、私はね。そう、まあね、されなかったことはね多分長いんですけど、まあでもそれ以上に私がたくさんリセンに相談した気がするなって思います。そう、うん、でもそうやっぱなんかね、誰かの相談に乗れる人って本当にすごいなって思ってて、私はねなんか正直なんだろう、誰かの相談に乗れるような、なんて言うんだろう、そうなんか誰かの相談になんか乗ってもなんかね大したアドバイスできない野郎なんでそうなんかね、でも難しいなって思って、でもねなんか本当にそういう意味でリッセンめっちゃ尊敬してるから、そう難しいんだよね。それはないでしょ、まあまあよく言われるんですけどねそう、まあでも実質まあ私お姉ちゃんポジションではないんですよね。そうなんかなんだろう、うん、お姉ちゃんっていうポジションではないんですよね。なんかマジで相談されるより相談するタイプだから、そうどっちかっていうとね、まあはいね、そうですよ、まあ関係あるかはね分かんないけどね、一応末っ子だしね、まあ、関係あんま関係ないかそうだね、あんまり、どうなんだろう、そのチームメイトに入るまでその誰かに相談されるとかそういうことがほとんどなかったから、
そう ほとんどねないから、うんだね。だからね、そういざ相談をね受けた時に、なんかなんて返せばいいんだろうとか、でも相手相談したことによって、なんかあんまりなんだろう、相談してよかったなって思ってくれたのかなみたいな、そうっていうことはありましたね。まあね、この話は前もしたと思うけど、私はねなんか結構なんかね、みんなを引っ張っていくっていうよりタイプっていうタイプよりかは、結構後ろからついていくタイプだったからね。そう、なかなかそのチームメイトに入ってから、新しいメンバー後から入ってくる子も増えて、なんかね自分なりに頑張ってはみたけど、多分ね空回りばっかりしてるからね、まあ、そういう意味で本当に理性も尊敬してるからね、すごいなって思いますねそう、バンドの時は良かったじゃん。バンドって関係ある？え？バンド？何の時なの？やばい、そう、心当たりなさすぎる顔をしてしまった。え？どういうことなんだろう？わかんない。バイオリンの時は目立ってた。あれはまた違うんだよね。私割ともうなんて言うんだろうな、ひっそりと弾きたいタイプだから、あれはね結構みんなの演奏にもう合わせて乗せてただけです、私は。だからあれは、ね、引っ張ってたとかじゃない、やっぱあれはミヨンさんがもうたくさん引っ張ってくれたし、そのゆずちゃんがたくさんねそのリズム隊として引っ張ってくれたんで、私はもうその上に乗っかるだけなんで、また違うんですよね。そう、あのなんかね違う、そう、なんか後ろからついていく難しいな。でもやっぱりその8の中でもイメージはね、そうなんて言うんだろうね、やっぱりそのねチーム8をまとめて引っ張っていかなくちゃっていうメンバーもいる中で、私はもう本当に後ろからついていっちゃうタイプなんですよねそう、なんか割と昔からねそうだったからね。まあでもね、そんな私でもね、なんか誰かは誰かをちょっと必要としてくれてるみたいで、本当にありがたいなって思ってます。もうリッセンから話が飛んだそう、746日、ありがとうございます。でもそう、リッセンとはね遊びに行きたいっていう話ですよ戻す戻した、はい。そう、マジで遊びに行きたいんだよね。なんか鑑賞会とかもしたいんですよ、とかなんだろう。でも遊びに行くとしたらどこなんだろうな。どこなんだろう。でも遊びに行きたいですね。そう、マジで。でもまあでもそうだな、カラオケに一緒に行ってみたいなっていうのはあるかも。そう、リッセンの歌好きなんでずっと聴いてたはい、カラオケはね、まあ、そうだね、カラオケとか、あとなんだろう、でも鑑賞会もいいしね。あとなんだろう、リッセンってどこに遊びに行くのかな、普段わかんないんですけど、ね、なんかどっか遊びに行けたらいいなって
思いますね。あでもそうやっぱ聖地巡礼は一緒に行きたいねっていう話をしていて、そうリッセンとはね夏目友人帳が好きっていう、まあなんだ共通点があって、そうだからね一回ね人吉一緒に行きたいねっていう話をしたんですよ。あと鳥取もね行きたいってそう言ってて、でも私ねそうリッセンともさ人吉行きたいし、友達とも人吉行きたいからさ、一緒に人吉に行きたい人が多すぎて大変大変だわ、たくさん人吉に行くことになりそう。はい、人吉市もね本当に今ちょっとね大変な状況なんですけどね、またね行ける日がね来るといいなって思ってますね。そうでもそう鳥取ね一緒に行きたいんだよね。そう鳥取はね私まだ行ったことないから行きたいなって思ってますね。そう でもほんとリッセンどこ行くんだろう、ディズニーとか行くのかな、リッセンどうなんだろう。どうなんでしょうね。っていうかなんか私ね気になってたんですけど、ディズニーランド行く人ってさ、やっぱディズニーが好きな人が行ってんのかな。わかんないんだけどさ。どうなんだろう。ねえそう。どうなんだろうまあでもなんか大好きですみたいじゃない人も言ってたりすんのかな、どうなんでしょうね。そう私はねやっぱそのディズニーのいつか行くディズニーランドとシーンに備えて、なんかまあまあそれに備えてってわけではないけど、ちょいちょいねディズニー作品を見てて、そうやっぱね行くんだったらね知ってたら多分楽しいと思うから、そうね、でもアナ雪のさエリアが2023ぐらいにできるので、そう行きたいんだよね。それ私アナ雪好きなんで、そうめっちゃ行きたい。でもあれだよね、なんかまだ私ディズニーのアトラクション全部把握しきれてなくてね、全く知らないんですよ。なんかファインディングにもドリーどっちだあれわかんないけど、のライドのやつもあるのかなわかんないんですけど、まあ、でもまあプチプチですプーさんのハニーハントはまあ絶対乗るとして、あと何なんだろう、むず、なんかねそう比較的なディズニーよりかピクサーの方をよく見てるからね。そうだね、でもねディズニーランドもねいつか行きたいなっていう風に思いますね。そう、まあ、プーさんはね何回も見たことあるんで、そうハニーハントはねぜひとも乗りたいと思います。愛媛でディズニーグッズ買えないの、どうなんだろう。私の知ってる範囲ではどうだったかな、あまあディズニーストアっていうのはないんですよ多分ね、ちょっと忘れたんですけど、だからといって全く買えないわけではないとは思うんだけどね。
何これ、え、マジか。あのすいません、あの今ねちょっと見てたんですけど、あのちょっとディズニーストアのね店舗情報を確認しようと思ったんですけどね。めっちゃ欲しいこれ。わー、後でお姉ちゃんに知らせなくちゃ。え、すごい、何これ、え、すげえ、何これ、うわマジでやば。あのですね、ね、あのそのこれはちょっと面白いけど、あーこれもかわいい。あのですね、あのなんか何これ、すげえ、イラシミュージシャン調べたらもっとあるってこと。いや、なんかあのディズニーストアの店舗情報をね確認しようと思ったら、ちょ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 、あの私ズートピアっていう作品、ディズニーピクサーの作品が好きなんですけど、それの早くね、あのそれのですね、あのズートピアがあの公開になっ、うわマジでな、早くね、公開になってから5周年になるみたいなんですよ。でそれでなんかいろいろグッズが出ててめっちゃいいなって思ったのを見つけたので、そうちょっと欲しいんですけど、なんかもう売り切れ、もうニューなのに在庫なしになってる、早くねこれ。え、ピンバッジちょっと欲しいんだけど、すげー、あ、しかもこれ嘘、なんで早いんだけど、売り切れない、まだまた入荷するかな。え、めっちゃ欲しいこれ。警察のバッジも欲しい。そう、人気あるんですよ。いいな、ちょっと後でお姉ちゃんに言わなきゃマジで。このアイスキャンディーのチェーンもないんだ。じゃなくて、今私がちょっと知りたいのはあれです、あのディズニーストアの店舗を調べたい。そう、早めに買っといた方がいい。でもお金がそんなに、まあでもちょっとね、またお金と違う、お財布とちょっとね相談して買いたいと思います。ああディズニーストアないわ。嘘、中四国で広島しかないやんけ。せめて四国に1店舗作ってくれ。ちゅうわけであの広島県にしかねディズニーストアありませんでした、中四国の中でも。知らんかったな、お姉ちゃんに言わんと。この写真めっちゃ可愛いな、すげえ、見ちゃう。めっちゃ見ちゃう。でも在庫なしになってるのが分かるっていうやつとちょっと分かんないかもっていうのがある。みんな、あーでもスマホリングないんだ。
ね、びっくりだ、本当にびっくりしました。はい、まあね、ちょっといろいろ相談してね、決めたいなと思いますね、これはね。はい、やばい、でもついつい何これ。ついついいろいろ見ちゃうんですけどね。ちょっとじゃあ一旦ここで置いといて、はい、そうか、まだあれか。というかね、あのもうね、明日で2月終わりなんでしょ。え、そう、明日で2月終わりなんですよ。でそれでね、あの私のね好きなキャラである鬼太郎の誕生日がもうすぐなんですよ。そう、2月30日なんですけど、で私毎年ね、なんかいつのどのタイミングで祝えばいいのかっていうのが分からなくって、でも大体まあ28日に祝うんだろうなって思ってて、だからまあうるう年ある日は、あ、1日近づけたなって思うんですけどね。そう、本当はね、なんかおめでとうイラストとか書けたらよかったけど、ちょっとだけ入れ、ちょっとだけね、ロッキーの鬼太郎書いて終わってしまった。はい、でもさ、明日で終わり早いよね、2月も。ね、もう終わりなんで。そう、早い。びっくりですね。あ、でも最近ちょっとね、お絵描きあんまり、なんかすごい、前みたいにもうたくさん描いてやるっていう気じゃなくて、今ちょっと、休み期間でっていう感じなんですよね。そう、あ、でも明日で終わりって早いね。そう、今年はうるう年じゃないからね、びっくりだったもん、マジで自分でびっくりした。はい、うんうん、あとそれで思い出したんですけど、今日の10時から生写真の方も、あのセルフプロデュース生写真の予約もね、あの始まってるので、まだだよっていう方はね、ぜひ見てください。鬼太郎には何かタンプレ送るの？送らない。私基本的にキャラに何か誕生日プレゼント送るってことはないですね。バレンタインもなんか、まあバレンタインもね、私結構基本ね、あの、まあ、友達何人かにあげるんですけど、まあ大体みんな同じお菓子なんで、まあ、ちょっと多く作って、まあ、小分けするんですけど、時々ね、まあそのキャラ用に小分けして、まあ、結局友達にあげるんですけど、これあの誰々用に作ったんだけどあげるっつってやるんですけど、実際になんか、まあ、なんか作品の作者さんとかに送ったことっていうのはほとんどないです。もうマジで1回ぐらいしかない。一回、そう、そう、本当に一回だけ送りましたね。中3ぐらいじゃないかな、忘れたんですけど。そう、なんか、あ、なんかそういう人いる、なんかそういう風に送る人もねいるんだって思って、まあキャラっていうよりかはその先生にだっけ、どっちかちょっと忘れたな、まあキャラも先生もちょっと一緒にみたいな感じだったかな、ちょっとそこは忘れちゃったんですけど、
一回だけあるかな。でもなんかそうだね、本当に、まあ、その推しに、推しキャラになんかタンプレ買ってあげるっていうことはしたことないですね。結構謎だけどね。でもやっぱそういう人いるんかいな、わからんな。うん、私あんまりなんかね、そのツイッターによくなんかツイッターで見かける人みたいにね、盛大にもうパンパカパンってあんまりお祝いはしたことないからね。そう、うなずく。年賀状は送る？年賀状は送ったことないね。年賀状も送るんですか？どうなんだろう。確かに年賀状は考えたことなかったな。送ったことないね。年賀状マジ基本友達にしか送らないので、そう友達に送ります年賀状は。はい、そうだね、年賀状送ったことない何回言うねんって話なんですけど。そうね、まあ、一回やってみたいよね、本当にな、盛大なお祝いみたいな。そう、まあ、一回だけねケーキを買ったんですけどね。もうあの後でも私自分で食べるから、ホールケーキとかじゃなくても普通にあのカットされてるもうショートケーキなんですけど。そう、年賀状ゆるキャラに送る人もいる。なんかゆるキャラに送って、なんかあの抽選で当たった人になんか送るよみたいなのとかありますよね。そう、くまモンに年賀状送ると返信が来る。マジで？返信じゃない、返事。すごいね。いいですねそれは。でも私もバリーさんに送ったことないんだよね。そう、そう、まあそうだね。私そうそう、年賀状ねマジで友達にしか送らないから、そうあんまりキャラに送ったりっていうことはなかったですね。確かに送るのもありだよね。そう、まあ年賀状はねもっと先の話にもなっちゃうんだけどね。はい、でも今年はね、なんだろう、去年は書けなかったから今年はね書けてよかったなって思いますね、年賀状は。そう、ルンバに年賀状送ったら吸い込まれちゃう、やめた方がいいと思う、故障しちゃうかもしれないよ。私ルンバのことね詳しくないんですけどね。そう、会ったことはあるけどうちにはないんだよねルンバだから。でもやめた方がいいと思う、絶対引っかかってね壊れちゃう可能性もあるから。まああのそうだね、年賀状書いてビリビリに破って、あのあとはよろしくみたいな感じなんじゃない。あとはよろしくってなんだろうね。そう、はい、というわけでじゃあ今日はねここら辺で終わりにしたいと思います。じゃあランキングを読んでいきます。13位から13位ナナタさん、12位ライクエストさん、11位タクトさん、10位飯田ひろゆきさん、9位 TKSJG さん、8位玉国さん、7位山和さん、6位いたちゃんさん、5位キャパさん、4位トマさん、3位夏目さん、2位カラスのかおこさん、1位がはやちゃんさんでした。はい、というわけでね、じゃあ今日も見てくださってありがとうございました。じゃあまた明日、おやすみなさい、ありがとうございました。またね、おやすみ。